ただいまより表彰式、そして並びに目指して行ってまいりたいと思います。まずは皆さん、お疲れ様でした。本当ね、天候もどうなるかと思いきや結構安定してて良かったなと、はい、思うんですけれども、まずはですね、今回新しい賞ができまして、ユニフォームコスチューム賞というものを設けました。揃いの、ね、コスチュームで皆さん挑んでいただいたんですけれども、コスチューム賞選ばれたチーム、ここで早速中山さんに発表してもらいたいと思います。第2回コスチューム賞発表お願いします。コスチューム賞は今ここですか、はい、コスチューム賞発表します。桜鶴選手権横浜ロイヤルパークホール。Yeah.
ちょっとお話を伺います。